これか。え、誰？全然違うんやけど、髪型も違うし。きっとフォトショップを使ってますね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことでここの街も終わったので、次ね、アラベスクタウン終わって次キルクスタウン、ここは氷か。よし、向かおう。街の名前の横にちゃんと模様で撮ったね。はい、キルクスタウン。やってきた、やってきた。そっか、ここもめっちゃでかい街やったね、そういえば。はい、氷系ということで、ここはエースバーンで行けるやろ。頑張っていきますか。ジムチャレンジ、いい大会だった。ね、いい大会やったよ。ジムリーダーどんな人やった、ここ。あー、これか。全然覚えてなかったわ。あれ？氷やった、この人。あなたたち、早く避難してください。誰に物言ってるのです？助けられるじゃなく、助けに来たんですよ。おっと、よく見ればあなたたちでしたか。アイナが来たからにはもう安心だぞ。暴れてる何匹ものダイマックスしたポケモンたち、どう対応しようか考えあぐねていたのですが、あなた方がいるなら、かっこ撃破が可能です。あ、また個人戦？では、バトルコートへ急ぎましょう。了解了解。岩タイプか、ここ。人で全く思い浮かばんねえけど。誰？ギガイアス。誰？ギガイアス。あ、でも、見た目的に岩系っぽい感じか。え、ってことは？何がいいんだ？水？いや、格闘がいいっぽい。よし、ダイマックスしてダイナックルでいこう。また、相手の攻撃を見ずにダイマックスを使うの。仕留めてくよ。一発でいけるはず、きっと。きっと。このダイマックスしとる状態のバトルやったらさ、相手のレベルわからんよね。私がちゃんと見てないだけかもしれんけど。相手何レベル？ちょ。あ。見えんよね、やっぱり。この状態よね。え、ってか、効果抜群でそんだけ？やばいね、全然効いてないやん。効果抜群じゃなかったらどんだけなんてぐらい。あ、やっぱりでも岩タイプやんね。水の方が良かったりとかする。いやー、ちょ。だから考えてダイマックスさせなきゃ。水の方が良かったりとかするから、やばくない？効果抜群。ってことは、ちょっと待って、ポケモン変えた方がいいよね、これ。これは、アーマーか。あ、鋼も効果抜群なんか。ガメノデスで行く？ガメノデスで水で行った方が良くない？だってここ同じ岩タイプやろ？岩水やけん。岩攻撃されても平気なはず。よしよし。そうよね、効果抜群の技があったところで、本人のタイプが違ったらね、はあ、でももったいない。ダイマックスがもうできないんだ。頑張って、シェルブレード。ほら、効く。オッケー。お、今度は地面技。ちょっと待って、めっちゃ効くやん。めっちゃ効くやん。効果抜群。マジで？何に効いたの？何に聞いたの？ちょっとびっくりするんやけど。アクアブレイク。よし、とりあえず仕留めれたけんよかった。こっちが先に攻撃できてよかった。ふぅ、危ない。みんなも無事解決した？お疲れ様です。皆さん怪我はありませんか？はぁ、ギリギリ、なんとかな。私も結構やばかったよ。一人でダイマックスポケモンを相手にするのはやっぱ大変だぞ。まあね。アイナさんはもちろんですが、ホップさんもなかなか頼もしいトレーナーですよね。いちいちリアクションがでかい。褒められ慣れてないのか、にやついてやがりますよ。丁寧なのか、丁寧じゃないのか、喋り方。もううるさいよ、ネズさん。さっきのポケモンたちは僕が面倒見ますから、心配せずとも良いですよ。アイナさん。お礼というわけではないですが、僕のリーグカードです。
リーグカードがお礼に。まあでも、困った時にこれで呼べるならお礼になるか。何かありましたら連絡してくださいね。それじゃあ皆さん健闘を祈っていますよ。でも別に、リーグカード見たところで連絡先とか載ってなくない？スタジアムのダイマックス騒ぎもだいぶ落ち着いてきたな。この調子で行くぞ、エナ。ダイマックストラブルの起きているポケモンスタジアムはあと一つ。さっさと終わらせてしまいますかね。あとエンジンシティかな。はい、リーグカード。え、どこ？これか、え、誰？全然違うんやけど、髪型も違うし。びっくり。きっとフォトショップを使ってますね。人気、実力ともにガラル地方トップクラス。マクワの厳しい指導により、ジムトレーナーは少ないが、女性ファンは多い。マクワもファンの期待に応えるため、サイン会やファンとの交流会はいつも開いている。ファンのサポートで作られた写真集は3冊目。めっちゃ出とるやん。ポケモンリーグカードの写真もスタジオで特別に撮影されたものである。何してんだ。はぁ、なるほどね。なるほどね。さあ、じゃあ次行くか。ほら、昔から応援してたの。誰のこと？私のことかな？マクワさんのことかな？はい、それじゃあ次。一番最後か。ナックルシティやった。エンジンじゃなかった。エンジンカブさんのところか。ナックルシティに向かいます。よーし、それじゃあ向かいますか。ここはドラゴンか。ここがキバナさんよね。行こう行こう。あれ？ソニアじゃない？あ、アイナ。シーソーコンビなんだけど、この扉に入っていったの。マジで？見た人がいるんだって。あ、SNS の情報？でも電子ロックが解除に時間がかかりそうね。なるほど。あ、これキバナさんか。お前らナイスタイミングだな。やろ？さすがやろ。ジムスタジアムが限界寸前だ。ダイマックスしてポケモンがよ、何匹も暴れ回ってるんだ。ここも何匹もか。ってことはまた一体ずつ？願い星の力を悪用されているのですよ。なるほどね。それも問題だが、まずはダイマックスポケモンだろう。ま、お前らが来てくれたんだ。もう片付いたも同然だな。そのために来たんだぞ。な、あゆな。任せてください。やばいな、俺ら。最強チームじゃねえか。もうなんか楽しそうやね。特にネズ。トーナメントでの前との準決勝。手こずらされたよな。うまく俺のダイマックスポケモンを封じてよ。あ、じゃあ一応いい感じの勝負やったんや。今回は仲間として手分けしますかね。お、一人一匹ずつ、おとなしくさせて、頼むぜ。どんなポケモン？ドラゴン？やっぱり。ドラゴンやとしたら？同じドラゴン系がいけるのか？おー、でかいよー、オノノクス。恐ろしいね。ウルトラマンとかに出てきそう。あんな感じのおらんかったっけ。何型破りって。どういう特性？ちょっと待って。無限ダイナー。同じドラゴンでいいんやけど、ドラゴンがドラゴンに効果抜群ってことは、向こうもこっちに効果抜群ってことなんよね。それはどうなんだろうと思う。いやでも無限ダイナかな。頑張っていこう。あ、ちなみになんかこの無限ダイナは、ダイマックスはできんらしいんやけど、ただこの技？あ、ドラゴン技使わんのや。あ、しかしめっちゃ効く。めっちゃ効く。この無限ダイナはダイマックスはできんらしいんやけど、このダイマックス法っていう技が、このダイマックスしたポケモン相手に、なんか、通常の2倍のダメージを与えられるらしい。なんか体力やばいな。いけるかな？こっち先にしてくれる？お、いけるいける。普通のポケモンに攻撃するよりも、ダイマックスしたポケモンに攻撃するのが2倍のダメージ。お、やばくない？一発じゃん！すげえ！さすが。さすが。かっこいい。向こうもかっこいいね、オノノクス。なんかの進化系かな。お前ら最高だよな。ほんと助かったぜ。
よし、記念に一枚撮っておくぜ。写真大好きだな。暴れていたポケモンたちは保護するから安心しなよ。アイナ、困ったことがあればいつも呼んでくれよな。協力の仲間たちがいっぱい。キバナ様はいつでもどこでも駆けつけるかやろ。あとネズ、また勝負だぜ。今度はダイマックスなしでな。あれ?ダイマックス、やっぱキバナの方はしたんや。こっちはしてなかったのに。願い星は悪用だっけ?お前らそれを調べてるんだろ?ナックルスタジアムは俺様に向かせて先を急ぎな。ってことは、エソニアのとこ開いたんかな、ちゃんと。アイナ、これで一通りスタジアムは全部回れたんじゃないか?あとはシーソーコンビとやらを踏んづかまえるだけですね。あいつらを何とかしないと同じことが起こるかもだもんな。コンビへの道はソニア博士が切り開いてくれてるんですよね。あいつら次会ったらズバッてやってギャーンだぜ。お、アイナ、スマホロトム、きっとソニアからだ。すぐそこにいたけど。ま、アイナ?私、ソニアよ。にしし、やっぱりな。シーソーコンビが入っていたナックルスタジアム、エネルギープラントへの扉。扉の6解除できそう。もうすぐ中に入れるよ。直接いいな。いい?ナックルスタジアムだからね。ナックルスタジアム、早く来てね。います。ソニアの声、電話越しでも元気だな。多分直接も聞こえてきてるんじゃないかな。ナックルスタジアムはちょうどここです。そういやさっきいましたね。戻りますか。ほら、ちょうどここ。よ、チャンピオン。どうも。あ、もう来ちゃった?ちょっと待って。あともう一息なんだけど、あれおかしいな。あれ解除できたけん呼んだんじゃない?お?最後の一手を。あ、開いた?さすがやね、ワンパチ。お手柄だよ。かわいい。シーソーコンビは奥にいる。気をつけていきましょう。了解。ってことは、あれか。シーソーコンビに会う前に回復してきた方がいいかな。体力あれよね。戻ってないよね。いやね。よし、回復してからシーソーコンビのところに向かおう。ゴーゴーゴー。やっぱ夜になると街の雰囲気も変わるね。おる人たちは変わらんのかな。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことはまたしてもシーソーコンビとの戦い?結局やっぱりまたポケモンは変わらんのかな?ね、最初も2回目も同じポケモンやったし、次も変わらなさそうじゃない?口だけで。